面白いあったね、六速マニュアルね、この N 版にそうか、 N ボックスにもこれつけてほしいわ、六速マニュアルね。これはもう、あ、でもこんな感じか、ちょっと長いような気がする。これ触っちゃいけない何かみたいな。はい、っていうわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダ、N 版ファンということで、実はね、こちらあの6速マニュアルなんですよね。あのしかも今日ね、あのこちら試乗ができるということで、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方に今日はお邪魔して、レビューの方をしてみようと思います。いや、 N 版かわいいよな。これね、やっぱファンはこの丸めなんで、やっぱかわいいよね。で、リアはこんな感じね。あの、いや、四角いよな。やっぱバンなんで、あの、車高がかなり高いなという感じです。で、ちょっと見てほしいのがこれを。もうね、今、中、シート倒してるんですけど、かなり広いんですよね。で、なんといってもね、この N 版は、ここの B ピラーがないっていうね。ちょっと今開いてみるけども、ほら、じゃじゃーん。ね、めちゃくちゃ広いよね。ね、シートが、このほら、座席の下まで、あの、潜り込むので、もうフラットになるということですよね。で、これ、ほら、結構工夫されてんの。こういうのが、あの、実は下に、シートの下にね、もう収納されてて、これをスッと出して、上に被せるという感じです。これ結構ね、あの、硬い、カチカチの素材になってますね。結構ね、前の方からズドーンと入るんで、これで、ここで、あ、2メーター40。助手席のシート倒して、さらにね、この足元のこの奥、ここまで行くんで結構広い。ただね、ここはちょっとなんかボコッとなっとるから、実際はこれぐらいの幅で、運転席のシートは結構しっかりしてる。荷物がね、あの横に転がっていかないような、これ仕切りもあるっていうね。ヘッドレストはね、このドアに、あの、収まると。ね、後でこうカチャッとつけるけど、ね、あの、助手席のあのシートは結構まあ、ペライけど、うん、乗れんことはない。で、これを、6速マニュアル。ね、これもびっくりしたんですけど、それよりもこれ見て。これがサイドブレーキなよね。これ引っ張って後でするけど、こうなんか、あの最初ね、サイドブレーキどこにあんのって、だいぶ探しました。な、これやったんよね。これ触っちゃいけない何かみたいな。ね、こうやって引っ張って、引っ張って回せって書いてます。いやー、すごいよね。なんかかっこいいよね。ちなみにね、こちらのお車、カラーがソニックグレーパールですね。いや、かっこいいよな。6速マニュアルの FF で車両本体価格が、166万2100円になりますね。実はね、見積もり出してもらっております。あの付属品がフロアマットとかナビとか、ナビがね、22万7700円ね。これこれ、結構大きいいいナビついてんの。でっかいモニター、これリアバックするときとかすごい見やすい。で、ETC やら何やらで、支払いの総額が200万飛んで8万4690円になりますね。N 版ってね、これやっぱバンなんですよね。自動車税とかが結構安いんですよね。あの、普通の5ナンバーに比べて約半額です。あの、4ナンバーで5000円ですね。あの、自動車税が。で、5ナンバーで1万800円ということで、約半額で乗れるということなんですね。いや、しかしおもろいわ、ね。こんな長物が乗るってね。で、あとね、ここがいいの。ほら、結構ね、内装が鉄板なんですけど、ここにね、ビスがあるでしょ。これね、外れるんですよ。この真ん中のポッチ押して、ね、簡単に取れるんですけど、ほら、ここにね、ネジ穴があるんですよね。なので、これを利用してね、皆さん棚をつけたりとか、いろいろ工夫してますね。で、あと、ここ、スチールなので、あの、磁石がつきます。ね、磁石つくんで、それも結構最近強い磁石ありますよね。それで固定したりもしてますね。はい。これね、あの、6速マニュアル。ね、これはもう、あ、でもこんな感じか。ちょっとタイプ R とは違う。ちょっと長いような気がする。タイプ R はショートストロークやったな、だいぶな。ちょっとこれもイーコンはもう切っとく。イーコンは切っとく。メーターかっこいいよな。で、これね、これな。これは引っ張って、サイドブレーキ。これサイドブレーキになるよね。こんな感じ。こう、ぐっと、ああ、なるほど。コツが分かってきた。ぐっと引っ張る。で、解除するときは、ぐいっと。ね、こんな感じ。ちょっと今勢い良かったけど。
へえ、こんな感じね。これね、足元がちょっとやっぱ狭いな。ね、あのクラッチ、この休憩するスペースがね、ちょっとこうなるって感じ。あ、それでサイドブレーキがここにあるんやな。フットブレーキが無理っていうことか。いや、これマニュアルだから燃費も良さそうね。ほら見て、航続可能距離がね、420キロって書いてる。今ガソリンは、あ、ほぼ満タンに入ってますね。で、タコメーターがついてるのがいいよな。やっぱな、マニュアルといえばこれよく見るかも。6速マニュアルは、このターボがないんよね。で、これが燃費か。WATC モード 19.2kPa も走んの？ねえ、これ、ハイブリッドじゃなくてもよくねって感じやな、この数字だったら。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。サイドブレーキが面白い。ホンダ N 版ファン、こちらノンターボの方ですね。あの今6速マニュアルを、運転しております。いや、なんか楽しいわ。やっぱね、あの N 版、まあちょっとこのふわふわはする、どうしてもね。まあやっぱりこのちょっと背の高い車なんで、今やっぱ横揺れはだいぶやっぱあるな。で、このマニュアル。これね、ほんとこれ660だから、これ S660 もある？ね、これ同じ機構になるのかな、これね。ちょっとね、あの私だいぶマニュアル車もう慣れてますんで、任しておくんなまし。おお、あ、これやっぱあのタコメーターついてんのいいわ。あの結構キャンプとか行く方も多いと思うんですが、やっぱりこの走る楽しみ、より走りを楽しみたいっていう方はこの6速マニュアルかなりおすすめですね。はい、おお、余裕ね。あ、結構、こうちょっと走ってきたら結構安定してる。なんか今こう山なりのとこ、ういあ、軽いね。あー、なるほどな。楽しいね。こう坂道発進がもう普通にできるようになってきたら、もうこれ楽しくてしょうがない。このね、クラッチ操作が楽しいよね。このハンクラでちょっと遊びながらみたいなね、左右確認してね、あのミニクーパーが行ったらいけるか、今青信号だみたいな、やること結構いっぱいあるけど、あのできる、絶対できる。ハンドルがな、これ上下は、これ上下はできるんですけど、この手前ができないね。もうちょっと前にやってもよかったかな。私ちょっと座高が高いんでね。あ、これもっと下げれる？あれ？あ、これシート下げられへんのか。ね。まあでも、十分、すごい、こんなに上にある。ほら、普通の N ボックスだったらこの辺ですけど、さらにグーンって上がある。すごい。このバイクを巻き込み確認しながら、チャリンコも大丈夫みたいな。ね、後ろから来てるよね。これ、見通しがいい。視界が良い。よし、ちょっと飛ばすぜ。50キロまで行きます。はい。おう、6500。なるほどな。まあこれでターボがあったらな、もっと面白いけど、まあ今これ NA でも全然普通に走れる。あのゆとりさえ感じましたね。なのでこれ、あれ後ろに結構荷物積んでても、そんなにこのマニュアル車だったらこうぐっと踏めますので、重い荷物積んでても、あの坂道とか力強く走れると思います。いや、しかしこれ6速あるってね。今4速で3500回転ぐらいです。で、5速で2800ぐらいかな。今ね、ここ50キロ、ジャストで走っております。なんかね、やっぱあの振動がなくなる、6速に入れると。こうエンジン頑張らないんで2000回転ぐらいです。で、今もうアクセルほとんど外してちょんぼみぐらいですね。あのスピードにさえ乗ってしまえば、これ6速にしといたら、なんか振動がそんなにない、そんなにないって感じ。まあでも下道だったらこれでも 5かな、5やね、5ですね。高速の時に6入れるかなっていう感じですね。結構ね、この背中がこうクッションいいんですね。これだって走ってて、今これバンなんですよ。
車内の防音材とかもだいぶ省かれてますよね。でもう鉄板むき出しのとこもあります。なのでそういった振動であったり音はまあしますけども、この乗り心地っていう面では普通の NBOX とそんな変わんないんじゃないかな、どうだろうなっていうね。でもいやよくできてるわっていう感じです。面白いあったんね、6速マニュアルね、この N 版にそうか、 N ボックスにもこれつけてほしいわね、6速マニュアルだったらこれはこれで需要があると思うね。ファンでこれでだって166万で、このいいナビ23万ぐらいするけどこういうのつけてなんやかんやで208万ですよね。ちょっとこれナビとかもっと安いのにしたら200万切りますよね。こちらの車ね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、試乗の方ができます。皆さんねお近くの方はぜひともこちら試乗に、来てみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日は、ホンダ N 版ファン、6速マニュアルの、ご紹介でした。じゃあね、バーイ。